Bonjour, mesdames, messieurs. 金社さんの奇跡、斉藤です。あれ、何ですかそれは。いや、なんか、はい、なんかそれ風な言葉を言ってみる。金社さんの奇跡って知ってます皆さん。グループの名前じゃないですからね。はい。あの、ムハメド・アリがジョージ・フォアマンに勝った。あー、なるほど。あれを金社さんの奇跡って言ってる。まあ、それだけなんですけど。じゃあ、私も今度から自動自動で20とかね。あ、そう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 。メクジ版、ハデジ版とかって、あの、偽フランス語ってやつ。金社さんの奇跡、はい。俺、クフクとかね。そうです。はい、それで終わっちゃうんで。はい。はい。アピアニス・イン・パリスシリーズでお送りしています。あの、はい、パリでの生活について、本田さんにいろいろ伺ってるんですけど、先週は、パリ20区の中で、はい。コストパフォーマンスが良くて、うん、家賃そこそこでとってもいいとこはどこだってことで第17区の推薦が出ましたよね、はい、あのでも2000年超えてからですねやっぱりこう EU の移動が自由になったってことで、うん、パリの不動産ってものすごく高くなりまして、そうですね、一時期ものすごく大変っていうかちょっとなかなかしんどいよというぐらいまで、うん、まあ、東京の港区みたいな感じになったんですけども、最新のニュースですと結局このコロナ禍で皆さん田舎暮らしを望む、まあ、フランスってそういう方が多くて何もパリじゃなくていいじゃないかって言ってやっぱりみたいな話になってきて、それでどん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 郊外化が進んでいて、うん、人口流出が起きてるっていうのでこれからひょっとしたらパリはね外国の方にとっても少し住みやすくなるかもしれません。あ、逆に言うとずっとパリの中にはみんな集まってたのが、はい、だんだん外に出だしてる。特に皆さんすごい田舎暮らしをこう、ね、希望されて郊外っていうんじゃないんですよね、はい、まあ日本もね今ワーケーション の、はい、あのトレンドってすごく大きくなってますけども、はい、まあ、じゃあパリも逆に言うとちょっとした空洞化が起きていて、もしかしたらあのパリに留学とかする人には家賃的なこととか少し良くなるかもしれませんね。はい、で17区には美味しいパン屋さんがたくさんあるって話をこの間おっしゃってましたけど、やっぱりねパンにのパンっていうかいわゆるバゲットっていうのはもう焼きたてじゃないとダメなんです。だから一日ちゃんとしたあのパン屋さん、いろいろそれも細かい法律がね、はい、こう決まっていて、アルチザンって書いてるとこは必ずお店で焼いてなきゃいけないとかね、いろいろあるんですよ。あ、そうなんですか。そうです、あの日本は昔あの消費者米価みたいなものがありましたけど、はいはいはい、パリは法律でパンの値段が決まっていて、そうなんですか。その値段でしか売っちゃいけないです。それはなぜかというとパンの値段が上がってベルサイユ宮殿が襲撃されたっていうかね、それでフランス革命の引き金になったと、中野さんたちも更新があるから、それの反省からずっとその時からっていう感じなんですけど、何じゃバケットの料金とかどこ行っても同じなんです。同じなんですか。だから実はパリのパン屋さんが隣でケーキを売ってるっていうのは種と仕掛けがあって、つまりパンで全然利益が上がらないんですよ、法律で規制されてるんで。だから利益率の大きい同じ小麦を使うケーキとかを大体売ってて、日本はほらケーキ屋さんに時々だけちょっとだけおしゃれなパンがありますけど、どっちかというとね、そうなんです、はいはい、パリのパン屋さんは必ず大体ケーキを、ね、店舗面積許すところでは置いてあったりします。じゃあパリであの安くて美味しいバゲットを探す必要はないわけですね。ないです。どこ行っても値段的に同じで美味しいバゲットだけ探していけばいいんですね。そうなんですか。で17区にはそういう店がいっぱいある。そうです、あのもちろんその今年一番に選ばれたとかっていうのがあって、うん、それはもうその1年間ちゃんとそれを掲示する権利があって、それはまあ5区とか割合と真ん中の中心街のパン屋さんが多かったりするんですけども、地元のパン屋なんだけどなんだか美味しい、気がついたらあれ一本みたいなっていうのは私の経験から言うと17区は美味しいですね。一軒だけちょっとお店の名前紹介してあげて。いやお店の名前なんか全然意識してなかったです。もううちの近所のパン屋っていう感じでしたんであの思い出すのは17区のですね、外周道路沿いのポルトドシャンペレという、シャンペレモンというところあるんですけども、そのポルトドシャンペレのもう全然観光地じゃない、本当に地元の人しかいないようなところなんですけど、そこの広場に面しているパン屋は結構どれも美味しくて、でカフェがみんなそのパン屋から入れてるもんですから、そのカフェでサンドイッチ食べるともうこれはもう最高っていう感じで、お話ですね。シャンペレモンを目指していって、 その辺にあるお店でバゲット買うとか、その近くのカフェで、サンドを食べると大体美味しいです。この前ね、あのオッタバの放送にね、フレスカにゲストで来ていただいた井野飛鳥さんは、実はその時17区のお住まいで、うん、パンがあまりにも美味しすぎたもんだからパンばっかり食べてて人生で一番太ってたってこの前オフレコで言ってましたから。オフレコでね。そう、 そうなんですか。いやだから今シュッとしてらっしゃる、ね、なるほどね、はい、だからやっぱり17区パンは美味しいんだなって再確認しました、はい、ね、そして、まあアクセスも良くて、はい、非常にそういう意味ではこう狙い目は17区であるということで、まあだんだんまあパリがまた行けるかなっていうぐらいの希望が出てきてますけどね、はい、はい、ぜひ17区を皆さん目指していただきたいというふうに思うわけなんですけども、はい、ちょっとじゃあ実際にその住むところについても伺いたいんですけど、はい、例えばまあ一人暮らしとかだと、1LDK とか 2DK とか
そういうのありますけどね。はい、という話をしようと思ってたんですが、どうやら時間が来たようですので、はい、ただじゃあこれは、まあ、次回にということで、次にということで、はい、すいません、金車さんの奇跡で引っ張ったのがちょっとあだになってしまいましたけど、いやいやいや、もう次回はパリの不動産評論家として登場させていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、そうだ、こういう話を本田さんはもうほぼ毎朝、はい、オッタバの番組で生放送でね、はい、その日のまあ時事、まあ、世の中の動きとともにいろいろパリの面白いお話をしてくださってます。オッターバぜひ、遊びに来てください。ライブで聞けない方はオンデマンドサービスも展開しておりますので、どうぞお楽しみください。本田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。2007年開局、日本でただ一つのクラシック音楽専門インターネットラジオオッターバがお送りしている YouTube チャンネルにお越しいただきありがとうございます。チャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。そしてそのオッターバなんですが、24時間厳選されたクラシックと癒しの自然音をお届けしているラジオです。こちらパソコンやスマホでお聞きいただけますので、ぜひお越しください。アドレスはottava.jp です。待ってます。